阿部監督、神様に言われました。18安打12点。そうですね、ブ。2点差に迫られた直後に岡本、坂本の一発、ブ。なんか流れが向こうに行きかけたんだけど、浅野ではなくオコエをスタメンに。いや、あの、神様に言われました。試合前、選手にはもうなるようにしかならないからって一生懸命やればいいよって、それしかないしマジック出てるけどどういう状況に。足を使った攻撃は意識的に、別に。2回はダブルスチール、あれはサイン出してないので選手たちが勝手にやっねてくれましたね。坂本、超野良ベテランが好調。やっぱ困った時のベテランじゃないけど、そういうので存在感出してくれてね。お声起用は神様がと。そうですね、まあヘッドコーチの推薦もあったし、守備でも躍動してくれたので明日調子に乗らずにやってほしいなと思いますね。え、誠司さん、ありがとうございます。野球の神様が最後に出れてきたわね。監督様はスピリチュアルにはまりがち。呪術を使って神のお告げを受けたらしい。宗教やってるん矢野かな。最近調子良さそうやし、そういうことなんやろ。浅野、ていうかノーサインだったんだ。そろそろ色紙出しそうやな。そのおかげで勝てたからええやろ。阿部慎之助はずっと野球の神様がなんたらかんたら言うてるから一貫してるわ。